ウィリアム・ジョン・サリバンとして知られるは、1976年12月6日、生まれのソフトウェアの自由を守る活動家、ハッカーそして文筆家である。ジョンは2003年初頭にフリーソフトウェア財団に従事し始め、現在はその執行役員を務めている。彼はまた GNU プロジェクトのスポークスマン並びにウェブ管理者も務めている。フリーソフトウェア作家として、 彼はまた、GNUEMAX テキストエディタのプラナーモード並びに、デリーシャス、L パッケージのメンテナである。フリーソフトウェア並びにフリーカルチャー双方のコミュニティで活動するサリバンは、実は、哲学学士号並びに筆記、私学の修士号を授与されている。大学在学中においては、サリバンは、弁論に長けており、セダナショナルズの決勝戦、並びに、 NDT の準決勝戦に勝ち残った実績を持つ。2007年まで、ジョンは、ディフェクティブ・バイ・デザイン、バドビスタ、そしてプレオグ運動を全面に背負って立つ、主要な折衝担当者だった。彼はまた、2006年7月まで、GNU プロジェクトのウェブ管理社長も務めていた。ジョンは、現在、英語による、次の話題に関する講演を行っている。ありがとうございます。